僕編プロジェクト続き遊んでいこうと思います。前回全クリしたんだけど、全クリした後にエルメスルートっていうのがね、解禁されたんで、それ攻略していこうと思います。まだエルメスのことってね、結構何にも分かってないんだよね。だからここ攻略していくと、もしかしたら全貌が明らかになるのかなと思います。エルメスさん、実は今日はあなたに質問があって来たんです。バンキシャみたいだね。質問？あなたに聞きたいことがあるんですけど。いいよ、なんでも来なさい。どんとこい、かわいいでしょ。急におかしなことを言うと思うかもしれないんですが、ストレートですね。実は僕、直談判エでルメす。スさんと昔どこかで会ったことこがれある一気が番する最んで初す。オープニングの時にやったね、このやりとり。エルメスさんはどっかで昔お僕会いしとまし会ったっとていう。う覚えはありませんか？それでドンビーってどっか行っちゃうっていうね。そういうシーンがあったんだけど、エルメスが。即答だった。じゃあ、アルメニアという名前に覚えはありませんアか？ルテシア。それなら名前に覚えはありアまルす。メリア？いるよ。ん？実は以前にエルメスさんと話しているときに、このアルメリアという名前がふと頭に浮かんだんです。でも僕自身に全然覚えがなくて、アルメリアという名前について何か心当たりがあるのでしたら、ほんのわずかな情報でも僕に教えてほしい。って、いる？長えな、港。どういうことですか？長えな。ノリツッコミ長いな。わからないなら今から交代するね。あ、これは、頭をコツンと扉でもノックするみたいに。これは、多重人格か。そっちの説か。いや、勝手に話を進めないで。なるほど、そっちか。双子説と迷ったんだけど。いやってどういうこと？アリンに会いたいなんて人初めて会うんだよ。ちゃんと仲良くしようよ。え？これは地震？地震が揺れる。地震の少ない G 県、ゴキブリ県。珍しくなかなかの揺れだ。なんで港くんは知ってるんだろうな、アルメリアのこと。意識が覚醒する。アシベ、ゴマちゃん。みなちゃん、私どうして？よかった、目が覚めたんですね。地震が起きたと思ったら、急にエルメスさんが倒れて心配していたんですよ。地震？どうして今さら地震くらいで？そういえばね、ウランルートの方だと、エルメスさんが大声出して超音波攻撃で、会場を火の海にするっていう、なんかとんでもないルートがあるんだけど、だからもしかしたら本当にやばいやつなのかもしれない。怪物なのかもしれない。だからこの地震も今エルメスが起こした可能性は全然あるね。化学兵器。マジでだからね、人体兵器の可能性、そういう説も。で、ありえるね。最終兵器彼女的な感じの。何も聞かないの？私のこと。え？正直に言うと、すごく気になりますけど、何か特別な事情がテンあショりンがそう低いでエルすメし。ス。急に。自分だって怖いくせに。本当、昔と変わらないね、ミナちゃん。昔？昔？さっきエルメスさんは、僕僕とはと学園で学初園めでて知初り合めってたっ知り合って。たって。ああ、エルメスの方はね、私昔からはのこの旧友体か。のもともとの人格で、アルメリアっていうの。ああ、そうなんですね。今回ノリツッコミ多いな。どうした？芸人目指してんのか？アルメリアというのは元々の人格、つまり普段のエルメスさんとは別人。ってことはアルメリアが本体であった、そういう感じか。昔アルメリアに会っている港。世間がごどんどんめん狭ごくめなってん。きてる。いきなりこんなことを言われても困るだけだよね。詳しくは、そうだな。今度デートしてくれたら教ああ、えそってあか。げるよ。デート残なの念だか。けど、今日はもうタイムアップそっみか、たい別ですのルートね。でも、この後エルメスとデートしたよな。
それがアルメリアとのデートに変わるわけか、こっちのルートだと。変わらないんだ、こっちルートも。ヤクミツルファッションなんだ結局。エルメスさん、なんエルメスルートであろうとアルメリアルートであろうと、今はアルメリアだよ。痛いなこのファッション、きついな。朝のアニメを見るために早起きして、今はぐっすり。さてどうしましょうか。どこか行きたい場所はありますか。できるだけ遠い場所にみたいな、かくまってほしい、そういう感じの流れを。私はどこだっていいよ。どこでもいいんだ。そうですか。ちょっと目つきがさ違うね。エルメスよりも少しこうなんていうの、穏やかな目つきっていうのかな。エルメスはずっと笑ってるから。ねえ、この骨董品のお店、昔は別のお店だったよね。ああ、昔のことを知ってるのか。ごめんなさい、この町のこと。エルメスは知らなかったからな。昔この町に来た時の記憶が曖昧で。エリカ昔のこと結構記憶ないんだよな。あ、そっか、そうだよね。これは過去になんかあるぞ。その方が幸せだと思う。絶対あるぞ、嘘つけ、絶対あるぞ。アルメリアさん、僕が忘れている思い出ってどんなものなんですか。もしかして6年前の突然この地震のワードっていうのがさ、このエルメスルートに出てくるんだよね。他のルートじゃ全く出てこない。この地震ってワード急に出てきた、取ってつけた感じで。ええ、でも大地震の時の記憶が曖昧なのも最近気づいたくらいで、自分がどんな日のことを忘れていたかどうしても思い出せないんです。ああそうだったねえ、ミナちゃんお腹空いてない。少しだけ。急に話そらしてない。あれ、じゃあここから少し遠いけど駅前のハンバーガー屋さん。お腹空いてんのに遠いとこ行くのか。エルメスには伝えられていないけどね、今回のデートの目的は君とダリアお姉様との姫選挙を実現させることなんだよ。そうだった、忘れてた。僕とダリアさんの一体どういうことですか。このルートだと戦わないのかな。じゃあハンバーガー屋さんで可能性として滑った後、油断しているところに今打ち明けちゃってるから、ダリアお姉様を呼んで姫選挙に応じざるを得ない状況。あ、これないか、ダリア戦が。でへへ、なかなか悪どい手でしょ。当事者のエルメスには悪意がないというのがポイントだね。ネメシアお母様が戦エリカの正体がミナちゃんだってことに気づいてるからだよ。あ、え、もう気づいてんのか。え、ネメシアだけにはもう魔法が通じないんだろうな。こう主人公補正が多分。保守派からも人気の高い姫が本当は男だなんて、ユリア学園の絶対普通バレるもん。のために利用するのには最適だものね。でもその暗黙の了解が通用しない。ならどうしてアルメリアさんは僕にその情報を。指示に逆らったらまずいんじゃ。許せません。まあその反応が普通だよね。アルメリアさんやダリアさんをそのような計画に利用するだなんて。過程は異なるが結果は同じみたいな。アルメリアさん、あー、やっぱ戦いましょう言ってるわ。ネメシアさんと戦いましょう。あ、ネメシアと戦うのか。許せないって私たちの扱いのことを言ってたの。僕があなたを守りますよアルメリアさん。これ戦うな。ミナ、多分ミナチン。ん、作戦当日、三号先輩の指示通り、いざという時に素性をごまかせるよう助走した上で姫神家の前に集まった。これ姫神家の門なのかな。これ学園と同じなんだけど、この門どこかで見覚えがあるよ。学園と同じじゃないか。集まってね。お、強い騎士感のある門を眺めていると三号先輩の気配、一瞬人違いかと思って目を、なんだこれ、擦ってしまったっていうのかな。三号先輩なんですか。あ、え、あ、これがあれか。歯の並びがなんかキルインショーみたい。スキッパっていうのかな、こういうの。さーて、魔女の館に足を踏み入れますかね。よろしくお願いします。これ普段この人は何をされてる方なわけ、これ。何をされてる方なのこれ。
3号先輩は門に設置されたインターホンを押した。家政婦と思われる女性の声が返ってきて、3号先輩慣れた様子で応対。鳳凰院朝日だ。定例のミーティングに出るために来た。みんな漢字3文字だもんな。みんな名字漢字3文字なんだよな。平気だよ。どうせ警備も何もいやしないんだ。あの電子ロックさえ超えられたら、あとは実力次第だ。え？実力次第？それはどういうことですか？この私を打ち負かせるかどうか。来た。ということだよ。手荷物検査すり抜ける実力。これは誰や？私が滞在している間、この屋敷の屋敷じゃないよねこれ。一人となる。学校じゃんこれ。私以上に信頼できる警備員など他にいないからね。姫神ネメシアの考えなんて昔か一度だって理解できたことはない。この私に一つだけわかることがあるとすれば。あるとすれば？君は今ここで。あら。他の姫たちよりも一足早く。絶望を知る。経験するということだけだよ。通していただけないなら押し通ります。え、通れるものなら通ればいい。だが今日の私は本気だ。何人たりこれやっぱ戦うんだろうな。ここでエルメスに合わせるつもりはないぞ。だよな。多分ユウが早いかダリアさんは襲って迫ってきた。呼吸の合間を狙われたせいで一瞬反応が遅れる。来た、またバトル漫画シリーズ。戦流忍法。遅いよ。やばい、見切られている。対処方法を必死に考える。あ、ここできた。あー、なるほど、姫選挙ないんだ。やっぱり姫選挙外で戦うのか。ダリアさんの技から抜け出す方法。待て、一周、とりあえず一周しよう。待て、全部それっぽいな。全部それっぽかったな。月鉄山鋼、それ絶対違うだろ。バーチャファイターだろ鉄山鋼。一本背負、避けれるやつだろ。回避術朝顔違うね。わかりました、違いました。即位術はお前の技だ。ダリアの技。あれ、どれですか。ダリアさんの技か。月違うよね。どれ、これ違った。わかんねえぞ俺。どれ、もうどれ。あれ、ライブ終わった。なんかさ、話続いてるっぽくないこれ。素早いね。まるで怯えた子猫ちゃん。あれ、今のゲームオーバーじゃないのか。ちょっと待って、わかんねえ。なんか話が進んでるんだけど。あれかな、選択失敗してそれでも続く場合と、ちゃんと正解もあったのかな。でもちゃんと正解があって、そっち選んでればまた違うルートにこれ行ってたのかな。ダリアさんに触れた瞬間体が軽くなる。突進の勢いを利用され、体をボールみたいにポーンと空中に弾き飛ばされる。この状態から床へと叩きつけられてしまったらバチーン。え、ダリアもがむしゃらに蹴りを放つ。空中戦ってやつだなこれ。いわゆる空中戦。みなちゃん危ない。え、こんなことが前にも。なんか急に回想してる。あの時も地面が揺れていて僕は身動きが取れなかった。戦いの中で回想してる。大丈夫か。え、これやっぱゲームオーバーなのか。あ、ゲームオーバーっぽい。守れないの。ゲームオーバーの時いつもこの言葉言う、エリカ君。まだ意識があるのか。しぶといね君は。せめてもの慈悲だ。とどめを刺してあげるよ。殺害予告と受け取ってよろしいでしょうか。それはもうすでに。ああ、目の前が真っ暗だ。さようなら。完全に殺す時の人でしょ。犯人のセリフじゃんこれ。大丈夫か、いるか。どこへ行く気ですか。
ダリアさん。あれ、まだ勝負はこれやっぱ言語になってないの？驚いたな。まだゲームは続くのか。ダリアさんは別に僕に力で勝っているわけじゃない。行動を読む力か。測影術ってそういうやつだもんね。確か人のその目を、相手の目を見て先読みをして、あの相手の行動を読み取るみたいな、先読みするみたいな、そういうやつだもんな。がむしゃらに空中で放った蹴り、そこには必ず攻略の糸口がある。だ、不意な攻撃には弱い相手は。もしかしてダリアさんは足の動きは読めないのかな。足の動き、蹴りか。敵前で熟考とは大した胆力だね。拳を振りかぶる。この技はアキラの家で見た。あ、質問タイム。前回僕が破れた技の名前、なんだっけな。技の名前。待って、ちょっと待って。こいつの持ってる技って四方投げぐらいだな。四方投げか。前回僕が破れた技の名前なんだったっけ。もう、これかな。違うんだね。違ったらもうないだろう、こいつの持ってる技。ラクヨも違う。空気投げ。月とか技名じゃないもんな、月って。あ、これか。秘密みたい。そうだ、これだ、これ。思い出した。あったわ、そんな技。間髪入れずダリアさんの右足が大きく振りかぶられた。え、また質問？右足を振りかぶったダリアさんの次の技は？右足を振りかぶる。足技か。足払い。待って、技名。足の技。投げは絶対違うだろ。月も違う。足の技、足払いぐらいしかない。足払いぐらいしかなくない？どれだ？これか？あ、違う。え？足の技？蹴りとか、こんなんないよな、こんなん。え？技名でも何でもない、これ。まさしく間一髪、少しでも読み間違えたらギリギリの攻防。ダイヤさんがわざとらしいくらいに左拳を振りかぶる。わざとらしいくらいに左の拳を振り上げる。振りかぶる。なんだそれ。鉄断工絶対違うわ。わざとらしい、大げさって書いてあるもん。なんだろうな。ちょっと、違うな。投げ。投げも絶対違う。月。月かな。測影術、鉄断工、足払い。わかんねえな。でもな、ダリアの技がないからな、何一つ。朝顔とか、湊くんの技だしな。好き。あ、違う。どれだ、足払い、グレン疾風拳。初めて聞くからな、そんなの。ワールドヒーローズじゃないの、グレン疾風拳って。どれだろうな。わざとらしい。あ、ちょ、待って。え？あ、蹴りなんだ。今俺ね、たまたま丸ボタン押してた。本当に。すげえ。わかんなかった。今絶対わかんねえって、今の。そっか、大げさに構えてたのってそういう理由だったのか。ダリアさんが狙うのは以前と同じく無防備な急所。また質問か。なんか難しいんだけど、質問が多いし。姫積みで狙う場所は、待て。お腹。ああ、どこだ。顔じゃないだろう。目とか、目狙うのかよ。失明するわ、そんなの。顎でもないな。ガチだもんな、それ。脳天。いや、脳天も違う。それ死ぬ。脊髄も違うな。股関節。いや、違う。どれだ？お腹かな？そう、何度も同じ技は受けませんよ。お腹ぐらいしかないよな。だってガンの面はないでしょ。顔はやめときな。腹にしな、腹にって言ってたからな。またか。ボディにしときな。先ほど唯一成功した攻撃もう一度。蹴りだったな。蹴りだよね。もうそれしかないよね。あった、これだろ。だもんね、湊くん蹴りが入ったから一発。空中の蹴り。
空中キック。僕が放った上段回し蹴りをダリアさんがガード。防御の初動が遅れた。大きく姿勢が崩れる。やっぱり足技は読めていない。でもあの日ダリアさんはこう言った。視界など相手の足が見えていれば十分に次の手が読める。足が見えていれば？え？蹴りの軌道が読めない理由、それについてとんでもない可能性に思い至る。あの夜と今の僕には大きな違いがある。あの夜は僕はズボンを履いていた。今日はロングスカートだ。まさかダリアさんが蹴りを読み切れない。スカートなら足の形状が見づらいと。スカートで足が隠れているからね。格闘家全員スカート履けじゃもうそういうこった。これで井上も倒せる。井上直弥も来た。勝てるぞ。井上直弥に勝つ方法が見つかった。スカートだ。なめないでくれたまえ。僕の前蹴りをかいくぐり懐へと潜り込んできた。そう来てくれると思った。次の瞬間僕は腰を切って前蹴りから回し蹴りに転換。すごいな。まっすぐに突き出されるはずだった足は軌道を、これ横投げに変化させ、ダリアさんの無防備な首筋に吸い込まれていく。首筋パチンやった。こいつ初めて有効な打撃一本。マリカ楽よ。あ、楽よ。そうだ、エリカのあれか。俺勝手にウランの技だと思っちゃった。背中から壁に激突。鈍い音が響く。まだ終わりじゃない。まだ立ち上がってくるかもしれない。安心したまえ。君と違って私はタフじゃない。もう指一本だって動かせないさ。君の勝ちだよ。勝った。エリカ君、アルメリアさんたちの居場所を教えてください。僕はどうしても彼女たちを助けてあげたいんです。あ、彼女たちってそういうことか。アルメリア with エルメスみたいな、そういうことか。でも二人で立ちって言わないよってあのシャーマンキング言ってたけどね。この廊下を抜けた先の子供部屋にいるよ。子供部屋だが君は会わない方がいい。先に言った通りもう手遅れなんだよ。おそらく君の知るアルメリアはもういない。そう、エルメスの体は今人格を一つにしようと動いている。歪みの原因であるアルメリアの人格を消すことだ。アルメリアっていうのが元々の人格だからね。エルメスっていうのが後で作られた人格だから。人格が消えるというのは少々語弊があるな。正確には混ざり合うというべきだろう。我々は仮に人格統合と呼んでいる。ダメック星人だ。アルメリアさん、返事はあった。あ、エリカちゃん、わざわざ会いに来てくれたの？暗闇に慣れてきた目に僕のよく知るエルメスさんの姿が映る。アルメリアさんはお休み中ですか？僕はどうしてもアルメリアさんに会って伝えたいことがあってここまで来たんです。ん？めっちゃ戦ってきたもんな。アルメリアって誰のこと？あれ？珍しいお名前の人がいるんだね。え？背筋に予感が走った。残酷すぎる想像が脳裏によぎる。今日のエリカちゃんなんだかおかしいね。そう明らかに笑うエルメスさんの目から涙がこぼれ始める。自分が泣いてることに無自覚だったのか、エルメスさんは驚いたように自分の目元へ触れる。あれどうしたのかな。どうして私泣いてるんだろう。とても大切なものを失ったのに彼女自身何が起こったかを理解できていない。まあ俺あのワンピース最近読んでるからあれだけど、
笑うことしか許されなくなった町の人々みたいな感じだね。和の国の話で。どうして胸の真ん中にね、ぽっかりと穴が開いたみたいなの。この気持ちは一体何なのかな。私ね、何かとても大事なことを忘れてる気がするの。